見てる側だとさ、ねフラッシュノブ素敵ってなるけど、なるけど自分がちょっとやられる側だったら、あ、だから友達とかないよ、もうなんかそれこそ温暖化でフラッシュモブを誰かにしますとかなら全然いいんだけど、温暖化にされましたみたいないいんだけど、なんかプロポーズとかそういうちょっと大事な場面でフラッシュモブをしていただけると、あのすごいえって多分思考止まっちゃうよねみたいな。あーめっちゃ笑った、死ぬかと思った。うんふん、うまい。うん、味噌汁の最後の方が想像以上に怖かった。食べた、美味しかった、美味しい、マジうまいマジうまい広島の、うんふん、味噌汁作ったよ。うん、作ってくれた、な小松菜入りみたいな。30分ぐらいで3時間の上限来る、マジ？何でも作れるの？な、あのなんかレシピ見たら作れるよね、正直。みんな作れるよ。笑いすぎた。うん？笑いすぎた。うん。今でも笑えるもん。それが笑いすぎて。ちょっとみんなに見せてあげて、あの可愛かった動画を。可愛い。ゴリゴリに漏れてるやん。いいでしょう。え、かわいい。あげない。あげないんかい。あたいだけのもの。じゃあストーリーに10秒だけ載せていけそうかな。欲しい。あげない。やべ、食べ過ぎた。お腹いっぱい。ああ、やっぱり本当にいっぱい食べた。あとよく食べたね。えらいに食べれて。よく食べたね。二人で300のお肉を完食しました。本当ね。そしてご飯2合を完食しました。味噌汁も食べました。うん、健康的でいいです。なんて健康的なんでしょう。漬物とか食べちゃってるから今、うん、絶対しょっぱかったでしょ最後。あ、意外と良かったよマジ、うん、こっちが最後に。あ、だからか。結構食べましたね、とても、ね、写真撮ったんで後で飲みます。大丈夫、空気抜く。ててててててて。最近ハマっていることは何ですか？かわいい。
ートの距離バグってるやん。ごめん、ゼロ距離ハートで。ごちそうさまでした。おいしかったです。ありがとうございました。命に感謝して命に感謝してごちそうさまでした。こちらはどうやって、これはねえ、どれ乗せる、これかこれかこれかこれ、誰乗せる、好きなの乗せれば、あ、全部乗せるじゃん完食これは雑談をしていきたいと思います。一回やろう。わかった、一回やろう。じゃん巻きで洗うね。洗う、うっす、うっす。ちなみに洗うの超嫌いだから。なんでしょ、言うと思った。何分で、3分で切れるんだっけ。あ、3分でバンされるよね、3分いなかったら。そうなの、あげるよ。こっちに持ってけばいいんだ。あーにー、はー、あーにゃ、母になってこいしー、あーにゃ、母の存在こいしー。あー、無事可愛いんだけど。可愛いよね、見てる。ガチ可愛い。マジで本当にあの子供欲しいもん。わかる。人類史上一番可愛いと思う。これ洗ったやつ。しようか。あー、いいですか？この前もまかせちゃうね。じゃあ後でお風呂一緒に入ろう。入ってたのに。入っちゃった。危ねえ。こちらじゃなくてよかったよね。マジか。こちらだったら終わってたよ。もうここ水浸しよ。こんばんは。ちょっとさ、ちょっとあれもしまーす。はい。あれもしまーす。ちょっとライブします。みんな持ってきたよ。うん。お風呂何度？40度ぐらいね。こいつとこ行けるかな。いや、置き場なさそうかもしれない。ああ。どうしようね。どうしようね。それだけ拭いたら、それちょっと見たいから。あとそのタオルの下あたり。はい、レッツ共同作業。それ早いね、そういう作業です。は？うん、そうそう、誰もありがとうございまーす。はい。ちょっと本当に高いからその。うん。マジでお腹いっぱい。やばい、マジで普通にやばい。かわいいお友達できた。初めてのシルバニアファミリー、うん、ハンバーグそう2個ずつ食べた。えぐいよね。
自分え、マジで食べた。本当にお腹いっぱい、マジで。そうだよ。しかもさ、たっぷりの味噌汁とたっぷりのハンバーグを食べてるからね。え、しかもさ、しかもパン粉、パン粉もさ、結構入れてるからさ、パン粉と玉ねぎも入ってるから、計600くらいしない。だから1人300くらい食べてるよ、絶対。バグってんのかな。7号炊いてなくなってたよ。弟が食べるからな、うちも。そう、そうなんでね。だから大きくなっていくんだよ。あ、多いね。そうなんだ。おーおー、なんか落ちたよ。私はマジでめんどいときは水だけ溜めて寝る。なんかさ、ご飯がさこびりつくじゃん、食器に。なんかそれが嫌で、手間じゃん、めっちゃ。だから、そう。だからその日に洗いたいのだ。プール行きたい。え、去年マジで夏らしいこと全くしてなく、マジでしてない、全くしてないし。いつだっけ行ったの、温暖化で。え、もう2年前とか。あのさ、コロナの直前の、でコロナのの1個前の夏だよ。だからさ、2020年の冬に流行ってきたじゃん、うん、2019年の夏だよ。19年か。だから3年、2年3年じゃない。3年前、やばいよね。懐かしい、行ったね、温暖化で。え、懐かしい、懐かしい、マジです。でも全員揃えたのそこじゃない、大体。そうね、いつも誰かいないんだよね、私か京香かって感じ。そうね、いつも誰かいないんだよ。だから全員揃うのは意外と珍しいんだよね。今日もね、誘ったんだけどね。そう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 、みんなあれだったかな。ご平日ですしね。まあね、雑談しようぜ。そう、揃うのはレア。いつもなんかユニバ行こうって言っても誰かしらいない。ディズニー行こうって言っても誰かしらいない。ディズニー行きたいね。行きたい、マジで行きたい。普通に行くよ。使った食器を水につけるのは我が家のルールになってます。いいよね。川原家は自分で洗いスタイル。
でも後で洗うから置いといてって言って降りたらママがもう洗ってる、もう洗うわって言って、7号も炊ける？わかんない、7号、10号ぐらいは炊ける、多分炊けるくない？うん、あるね、でかい、そうそうそう、炊飯器が壊れて3年前ぐらいに、その時に変えた気がするけど、わかんない、そう、結局2個ずつハンバーガー食べました。イタルさん、ブーケありがとうございます洗剤で少し置いとけば、置くのがめんどいから洗剤と水足して、洗剤ピッて入れて水ピッてやって、でも手でビエーって洗って、それを流してもう一回スポンジで洗う、そう、めんどくさいじゃん待つのこうちゃまさん、フラワーシャワーありがとう。フライパンとかナビゲートとかお皿って違うスポンジ使うし、私一緒ですね、もうなんか一緒でよくねって思っちゃう、言うてなんか油してるのは一回布巾というかなティッシュで拭き取るから、そんなにベラベラ炊飯器どうやって壊れるんだろうね、わかんない、どうやって壊れたんだっけ。金髪したい、いいやん、マジシュル、マジシュル、マジシュル、金髪したい、一番に見せに行くのじゃん、いやーっつって昼まで、いいと思うよ、ご飯終わったのでもう寝る時間だわ、液晶がつかなくなって、確かにそんな感じだった気がする。さっきのミスさんの配信でさ、うん、迷いがないのバレたわ迷いがないんだもん、ドミいいの、眉毛あったらなんか人間味がなすじゃん。かわいい顔、顔が、性格はもちろん、顔も可愛い。お疲れ様です、お疲れ様です。いや、あと何分できるの？もうでも切れるっけ今2時間でしょ、え、もう切れるくない、ワンチ21時、22時、23時、20分、もう切れるくない、結構してんじゃない、ワンチャン切れる説って思います。15分から始めたよね、ワンちゃん切れると思うけど、食べてすぐ寝る人は、うーとーれ、もう太ってんなくちゃ、もう切れるよね、わかんない、なんか自動的に切れるのかよくわかんないんだよね、こういうのハーフクとブーケありがとう、大丈夫じゃない、でもさ21時、あ、そっか、21時21分から22時半までして、で30分お休みしてるから、あと1時間ぐらいはあるのか、
あ、でもそうだよね。もう寝る？もう寝る？寝ないよ全然。寝ていい？早っ。みんなの顔見とく。目がん決まりや。皆さん、私は18歳になりました。素敵。こんなに大きくなりました。素敵素敵。学校は楽しいです。プライベートも充実しています。素敵。バイトも頑張っています。素敵。店長は優しいです。素敵。いつもジュースをくれます。素敵。太らせる気なんじゃと思います素敵。そしてちゃんと家事はしていませんが、ある程度しています。素敵。そんな感じです素敵。生きてるだけで偉いから、うちらとっても偉いよ今日何時起き？今日は？何時起きた？今日何時に起きたっけ？9時に1回目覚めて、もう1回寝て10 11時ぐらい。でも日による。でも愛媛のジョンマイラブが朝じゃない、10時半開演なのね、いつも。早っ。だからいつも6時半ぐらいには起きてんの。それがさ、超健康的な生活すぎてさ、うん、あの最近ようやく戻ってきたけど、それに慣れすぎていつも6時半ぐらいに目覚めるの。起きちゃうよね。うん、分かる。でもいい、本当にすごいいいと思う。ずっと6時半に起きてる。明日は7時に起きます。お風呂から上がった日の爆睡してるかもしれないから、うん、適当に使っていいからね。オッケー。2段目がスキンケア遅く寝て、遅く寝ても朝6時半ぐらいに目が覚めるの。起きちゃうよね。で、聞いてくれる？え、何？さ、なんかさ、一昨日もさ2時半とかに電話来てさ、うん、昨日も1時50分とかにさ友達から電話かかってきて寝てんのに、うん、もうね、イライラしすぎてブロックしようかと思ったやば。2時はやばいね。やばいよね。何してる？寝てるわ。寝てるわ寝てるわよ。まだ12時半まで許せる。許せる許せる。まあ、1時まで許せる。いや、1時は無理。あれね、12時、うん、12時45分か50分なら許せる。でもさ、あの LINE をさ、うん、あの帰ってこない時点でさ、うん、寝てるだろ。なんか LINE もなんかオンラインとかつけてほしい。確かにインスタだったらね、うん、DM の欄で見れるもんね。うん、つけてほしい。って言ってたから頭の中でこんにちはの単語が忘れられない。おしもよし。
ベビークレオゲストです。あ、ベビークレヨンさんだっけ。あのすごいツイッターに流れてきてくださいます。ありがとうございます。うん、友達と電話って男子あんまりしない。え、今の子めっちゃするよ。マジで。そう、ベビークレのセンター桜木コロちゃんです。よろしくお願いします。いや今の子はマジで電話するよね。若いの結構その舞台一緒の人とかも休憩時間に友達と電話してたりとかあるよね。そう、私も親友から電話が来る。だけどみんな、いや親友しか入れてない。ゼンリーを見て家にいるなって思われたらもう親友が電話かかってくる。親友だからいいんだけどね。え、あ、熊田はありがとうございます。かわいい。今の子はします。今の超かわいい。今の子はねしますね。マジで電話してる人が多い。友達と、あと暇電をかけてくる人がいますね。いっぱい。私もかけるんですけど、もうあのうわ暇ってなったり、帰り道とかやっぱ一人だとさ危ないじゃないですか。お、だから帰り道とかは割と電話してるかもしれない。誰かにちょっと、そう、うん、って感じ。そう、夜道はね、友達と電話するか YouTube を爆音で流しながら、 YouTube を流してあの笑いな爆笑しながら帰ります。やばい人やん。そうだ、やばい人って思われたら近寄られないじゃんみんな、うん、なるべく荷物で歩く。そうそうそう。宇多田さ、うん、肩で歩くってしたよ。こうやって歩くって言ってた。まあ夜なんでね、爆音というわけではないけど、ちょっと近寄ったらね聞こえるかなぐらいの YouTube 見てますよっていうアピールをね、とか電話してますよってアピールをね。いやこの前さ普通になんかその知り合いと電話しながら帰ってたのよ、うん、したらあのもう誰もいない、誰も歩いてなかったから普通にめちゃめちゃ喋りながら帰ってたら、うん、急にあのこんにちはって言われて、やば、そうで、でも人が見えないの、うん、どこにも、うん、え、ってだって今こんにちはって聞こえたみたいなで話したらあの、ま、窓隣のお家のおじいちゃんが、うん、あの夜に涼んでた。死ぬ。ベランダで、ベランダ玄関で涼みながら、あのなんかよくいるじゃん、うん、そう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 。それでこんにちはって言われて、それここに人いると思って、あこんにちは、もうめちゃめちゃびっくりした。しかもこんばんはやろ、突っ込みたくなる、突っ込みそうになった。こんばんはやろ。そう、普通にこんもうなんか暗いんだけど、普通に夜で暗いんだけどさ、普通にだけどなんかもうこんにちはって言われて、こんにちはって思ったし、え、一旦人間見えないから人間探して、あ人間見えたと思ったらおじいちゃんがすごい涼んでて、あこんに
ちはって言ったけど内心も頭がこんばんはやろっていうツッコミしか回ってなくてしんどい。もうすごい面白かったよ。え、ちょガチ寝ようかな。眠い。うん、寝ていいよ。いい、寝て。あの風呂入るときさ、うん、パソコンのピッてしないと無理。オッケー。お湯で。みんなおやすみ。おやすみや。先に寝るね。今日はみさきちゃんと同じベッドで寝ます。こんにちは。ふんなげ。生電話コーナーの参加者ぜひぜひ。場所も切っていいよ別に。よろしかったら、うん、いいよ切って。いつもだって真っ黒で配信してるから。そうなの、うん、ね、可愛くない？可愛い。狙っとる。そう。え、どれっすか。枚数的にこれかこれじゃね。一人で白猫になろう。つけるけど。つけないの。つけない、つけない。いや、寝やすいよ、だって。目だけ開いてんの、確か。普通目温めるよね。うん。周りは温めるのね。電気ついてんの。私も電気ついてたら眠れない。いや、もう。消していい。大丈夫。気合い。ここ全部一緒のやつ。そう。なんかいいね。可愛い。うん。しんどい。すごい似合ってると思うよ。前髪の乗り方がいい感じ。うん、すごいいい感じ。前髪が止まってきた。おやすみやちゅうは。おやすみ。おやすみ。おやすみ。ね、その叩き方。頑張るよの、うん、おやすみ。みんなおやすみ。寝相悪そう。いいよ消しても。いいよ全然寝れる。逆に電気どこ。あれちゃうか。あの鼻ついてるやつ。タオル適当に持ってって。ああ、あとなんかいいことあるっけ。シャンプーとリンスは分かるよね。うん、まあなんか分かんなくなったら起こして起きるか知らんけど、うん、おやすみなさい。私ももう終わるわね。もうちょっとで。今日も一日頑張った。はい、夜通し語り合う。明日も予定があるから語り合ってたらね死んじゃうよ。死んじゃう。ねえねえ、好きな子いる。修学旅行の夜や。夜通し来た。修学旅行の夜や。好きな子いる。なんか坊ちゃんみたいな喋り方やめて。坊ちゃん。好きな子いる。佐々木さん可愛いよね。誰。え、え、上佐々木さんやねん。俺鈴木さん。え、鈴木さん彼氏いるじゃん。何やん。ちょ、笑い方が面白すぎた。鈴木さんと佐々木さん綺麗系と可愛い系なんやろな。え、俺松田さん。え、松田さん意外。ガチか。松田さん。そっち、そういう系か。松田さん意外と、意外とピュア。ああ、そういうタイプね。
その喋り方しんど意外とピュア、意外とピュア。みんな誰好きなん、ちょ言ってみ、みんな。ポキありがとう。遅れさんもありがとうございました。2日よろしくお願いします。てんてんてん、温まってきた、気持ちいい。スズランとブーケありがとうございます。どうもどうも。シンクテイフェム2日です。ぜひ来てください。生電話もあります。来てください。5月最後のように、ほんとじゃん、5月最後じゃん、今日。はい、5月最後じゃんよ。今月も頑張りました、ありがとうございました。6月がね、7月でチケット申し込むらしいですよ。ぜひぜひ、みさと見に来てください。7月1日が千秋楽です。私はもうから寂しいけどもうあと1ヶ月しかないので、みんなと。そうけど、成長できるように頑張ります。はい、ということで、42分だよ。こっち見てそう。もう寝た、寝たね。こんばんは。42分でしょ、どうしようかな。あ、皆さん、元カレですの彼氏目線動画が AK48 の TikTok 公式 TikTok に載ってるので、ぜひいいねとかコ
コメントとかリンクコピーとか拡散とかよろしくお願いします。そしてお話し会の第6次再販が合ってるそうなので、ちょっとぜひお越しください。重視をしてリンクコピーってところを押してくれるだけでいいです。それをね、暇な時に何回かやっといてください。はい、ということで今43分だね。そう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 、ドレスと浴衣と着物と着るので、ぜひ着てください。ほんじゃは、ドレスはね、一緒の、あのこの前はさ、ツーショットが1個しかなかったのだから、ワンショットとかがあるやブーも欲しいねってなって、あの7月17日に来ますよ、また多分。だからぜひ来てください。朝はね、ちょっとどうしようかな。朝はね、明日8時、ちょっとでっかいなの人寝る割には。そう、朝はね、明日平日でしょ。オープニング動画大好評ありがとうございます。やってほしい企画などもね、ぜひぜひ僕ながら応援してます。ありがとうございます。いつも大倉さんはいつもすごい応援してくださってありがとうございます。明日の朝は7時ぐらいからミスド配信やろうかな。7時にから30分ぐらいミスド配信やろっかなと思うんだけど、どうかい。で、そういう7時半から7時かな。ミスドをね、今日買ってきたんだけど、春本ゆきもね来る予定だったからいっぱい買ってきたんだけど、そうだからすごい、あとね、あと5個ぐらいある。1人2つの計算だったから、あとプラスのなんか1個、7個ぐらい買ってきたんだけど、そう、そうです。7時かな、わかんない。7時かなって思うんだけど、どうかな。だと思いますので。
7時かな、何時にしよう、7時かな、うん、7時か、今から寝て、お風呂入って寝て、7時に起きれることを祈ります。7時ごろにちょっと配信ができたらやりますね。7時予定で、これもみんな配信してんのかな。多分7時ぐらいに配信すると思うんだけどな。ちょっと最近からでも。気温の変化についていけてない感がすごい。体力つけなきゃいけないね。じゃあどうしよう、もう終わるかな。7時から7時半で、お昼もできたら嬉しいけど、お昼のみんなが、なんだ、みんながさやるお昼ご飯の時間、12時半から11時半、違う、減ってる、12時半から1時半、あ違う、12時半から1時ぐらいまで30分予定では。で帰り際5時から5時半とかで、7時から1時半、5時から5時半、6時半から7時、そんなあれかな。21チームメイトキスの舞台で初めて生で見て、すっごい可愛かったです、ありがとうございます。でもなんかそんなできる気もしてないんだよな。ちょっとそう、舞台とかが一旦キスバイドとか劇場公演とイベントがもう終わったので、 YouTube に集中をしたくてですね、 YouTube をやんなきゃいけないので、どうしましょう。編集してるかもしれない、もしかしたら、うん、でもできるときにやりますね。じゃあランキング読もうかなって思うんだけど、どう？13位ゆたぽんさん、ミスさんのは、12位ミニギさん、11位横吉さん、10位まさとしさん、9位ピーシアさん、8位こうちゃまさん、7位あのねさん、それが最高、6位ひさしさん、5位つむちくでさん、4位イタルさん、3位エンチュさん、2位ベイちゃんカイツさん、ミサノワ、1位竹本さん、ミサノワでした。ということで、明日も7時目標に頑張ります。でもみんなもなんか、うん、そうだね、ちゃんと休んでください。それでは3567人、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。